Welcome back to the Alice Cloud 2275 stream. Hope you're all doing well this fine day. Wasn't that last one the biggest of disappointments? I still can't believe they've done that. It's weird. It's kind of cruel. It makes no sense. It's kind of disgusting. It puts a damper on the whole thing. So, that you guys are aware, we won't be doing the incident of Honnoji. I won't be doing it in any sort of stream format again. It doesn't work on free mode either, so unfortunately you're just not going to be able to get a view of that. I mean, the publishers make their own decisions about these things. I find it personally just silly, because it's going to be out on the internet anyway. It's not like it's just not going to be there, but hang on. However, we will just continue going around. We won't start Mitsuhide's path, but we'll do the Nobuyasu affair. Nobuyasu Tokugawa has conspired with the Takeda against the Oda. Discover Nobuyasu's true intentions and put a stop to the rebellion.旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに信長からの使者として桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば徳川信康が密かに武田家に通じ信長への反乱を企てているという。三太夫は信康に適切な処分を下すよう迫るが、家康と瀬名は突然の事態を受け入れられずにいた。信康事件。The report from Nobunaga's messenger Saidu Momochi that Ieyasu's eldest son Nobuyasu was plotting a rebellion sent shocked waves through the entire clan. Nobuyasu が武田に通じて謀反を企てて言うだと。そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。しかし三太夫によればすでに信長様のもとにそのような報告が届いているとのこと。大変だ。信康が兵を挙げたようだぜ。武田の軍勢もすでに三河に侵入してるぞ。そんな武田勢が現れた以上穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。半蔵、出陣の決だ。上位。Ieyasu, what does he need to do? And so I want to play Hanzo here because I was the other one. What am I doing in my last stream? Officer training, acquire skills.It's a lot of skills. So what do we think? 200 each? 200 each.
Okay. Nobuyasu Tokugawa is defeated. Ieyasu Tokugawa or Senna are defeated. Sanin na Nobunaga ni shitagai tsuzukereba, Tokugawa mo izure. Koko wa Takeda no te o karite demo michi o tadasaneba. Nobuyasu no hanran ni joujite Mikawa o seishi.織田討滅の布石となす騎馬隊かかれ。武田の騎馬隊か。あれを打ち払わなくては信康に近づくこともできない。承知。信康が武田に通じるなど信じがたいが、とにかくこの騒動を収めなくては。信康殿と武田を引き離しましょう。両者の連携を立てば戦も収まるかと。策を用いて信康殿と武田を引き離す。その前に砦を押さえておかねばならぬな。信康の真意を確かめるまで引くわけにはいかないわね。瀬野、そうだな、私も同じ気持ちだ。しかしこうなった以上助ける道は。私とてもののふなのだ。わしの出番。受けたまわった。かなう相手ではなかったか。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末。桃地殿がその見届け人というわけか。あれは重次と近吉、信康に従い離反したのか。信長に従っていては徳川も先がない。信康様はそれを見越して事を起こされたのだ。だとしても筋を通さず乱に及ぶなど、それこそ徳川の命運を脅かす行為だ。開門。抜けてみよう。抜けてみよう。敵将を振ったり。叶う相手ではなかったか。つくづくおっさんが味方でよかったよ。どこを見ている。遅い。ここは私承知。見切った。いや、私が勝つ。ここか。
これでどうだ。私とて物の不なのだ。耐えきれん。聞かせてもらう。自らご活躍とは恐れ入りますな。かなう相手ではなかったか。生きた。受けてみよう。受けてみよう。急がせ、着実に。Just plowing my way through to making my way downtown, walking fast. ございますな。武田の騎馬隊が破られた。だがもはや後戻りなどできぬ。ああ、ちゃあ、信康に改心する気はねえようだ。さあ家康殿、どうなさるおつもりですか。信康は何故かたくなに。受けてみよう。これでどうだ。受けてみよう。急がせ、着実に。Yeah! Ha! 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 Ha!
急がせ、着実に。生きた。受けてみよう。開門。わしの。受けたまわった。まさか家康様と戦うことになろうとは。信康様は事を請求に運びすぎたのでは。四月ぐらい迷いが見える。今ならまだ解き捨てられるかもしれない。つくづくおっさんが味方でよかったよ。よし、武田勢に向け偽の伝令を放て。勝頼様、お耳に入れたき義が。堪にならぬ。何？信康の寝返りは偽りだと。そんなはずはやる気ないと思うが。家康様に弓引くなどやはりできませぬ。どうか。承知。貴様をお許しくだされ。今はまだ撃たれるわけにはいかない。迎え撃ち、相手の勢いを削ぐのだ。開門。信康方の将を手早く倒すことができれば、武田は信康の戦意なしと見て引くかもしれない。娘改心するどころか、ますます牙を剥いて行きなすったか。ウエスは身内を傷つけるような子じゃない。人誰かにそそのかされて、きっとそうよ。生きた。私とてもののふなのだ。ここは引くほかあるまい。自らご活躍とは恐れ入りますな。妙にあっさりとやられたな。やはり信康は家康と共謀して武田を陥れようと。わしの受けたまわった。まずは思惑通り、これで信康と武田勢を引き離せるといいのだが。どうも信康は信用できぬ。下手に動けば何をされるか分からぬぞ。どうした？なぜ勝頼殿は動かぬ？援護がなくては我らはどうしようもない。勝頼様も信康殿も何をしておられるか、刺して待つだけでは勝てませぬぞ。開門。武田方の足並みが乱れた今こそ正念場。敵を蹴散らすのだ。この気配、身がものか。なぜこんなところで。いや、周りの連中にばかり戦わせて、てめえは高みの見物か。本当に卑怯者ですな。信康は、もとより我らと本気で戦う気などなかったのかもしれない。現に武田に通じて兵を挙げているんだ。そんな言い訳が通用するわけねえでしょう。まだまだ押してまいる。どこを見ている。まだまだ押してまいる。
ございますな。敵将討ち取ったり。力だ。承知。あがまずか。受けてみよう。私の出番。受けたまわった。拙者とて瀬名様に刃を向けたくはござらぬが、これも真の務め、ご覚悟。これぞ伊賀流敵将おふったり。聞かせていただこう。承知。承知。私の武士だな、半蔵よ。ここで死んでは宙を尽くせぬ。堪忍ならぬ。私とて、もののふなのだ。耐えきれぬ。引かせてもらう。徳君。信康が動かぬがゆえに多大な犠牲を払う羽目になった。これ以上戦ったところで武田に利はない。引き上げるぞ。承知。待ちなさい。信康を見捨てて自分たちだけ逃げ出すつもり、許せない。信康は武田の意を借りて徳川を乗っ取り、織田を脅かさんと企て、いわば勝頼は巻き込まれただけ。信康こそが全ての元凶ってことじゃありませんか。黙りなさい。信康のことを何も知らない。エクセニー。わしの手受けたまわった。勝手なこと言わないで。よもや家康と信康とで私をはめたのではあるまいな。バカだ。受けてみよう。お主が誰に踊らされたのか知らぬが、当家としては迷惑千万。さっさと押せ。いざ参る。排除。恨まば恨め。ざまいる。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にございますな。たやすく三河を取れるはずが、こうも痛手を被るとは話が違う。勝頼殿が敗れたか。どうやらこたびの挙兵は
初めから無謀だったのだろう。このまま逃げ帰るようでは武田の名が地に落ちよう。我らだけでも意地を見せよ。徳川の行く末を案じればこそ私はどこを見ている。そのことだけでも伝えねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが。信康の行いは許されることではない。当主としてなすべきことをなすのみ。家康、嘘でしょ。仲間を、家族を撃つつもりなの？悪いのは信康をそそのかした誰かであって信康じゃない。そうでしょ。だが武田と通じ乱を起こしたのは事実。徳川家の当主として不問にはできない。そんな、支えきれぬ救援はまだか。いずれ信長は徳川を滅ぼすつもりなのです。そう。承知。となる前に私は。そのようなざれ言をたやすく信じるとは愚か者め。信康、すぐに降伏なさい。今ならまだ申し開きもできるわ。ここまでの騒ぎを起こしたのです。もはや助かろうなどとは思いません。徳川など恐るるに足らず、覚悟せよ。出番。遅い。どこを見ている。我が術天下無双なり、敵将を振ったり。聞かせていただこう。一発の武士だな、半蔵よ。まぜよ、まだまだ押して参る。受けたまわった。まだまだ押してまいる。どこを見ている。
伊賀者が敵方に武具を届けているのか。見過ごすわけにはいかぬな。遅い。抜けてみよう。恨まば恨め。ここは引こうかあるまい。つくづくおっさんが味方でよかったよ。阻止はできたが、何故伊賀者が武田方に手を貸すような真似を。伊賀者が敗退した と、これでは武具が不足するかもしれぬな。ここは私が。承知。生きた。壁将討ち取ったり。叶う相手ではなかったか。自らご活躍とは恐れ入りますな。ここは引こうかあるまい。これでどうだ。受けてみよう。承知。勝頼様も他の将も次々と。これじゃもう勝てるわけねえ。受けてみよう。遅い。敵将を振ったり。耐えきれん。引かせてもらう。つくづくおっさんが味方でよかったよ。覚悟。熱殺ざんまい。始末せねば。全ては私の未熟が招いたこと。この命をもって償いましょう。討ち死に。どうして、なんでこんな結末に。ノブヤスは死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな、家康殿。ああ、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。ちょっと何言ってるの。あんたが死んで一体何になるのよ。せっ、これ以外に道はない。それで全てが収まるのだ。いいわ、聞きなさい。信康をそそのかしたのは私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。セナ is opposing Ieyasu。 セナ、何を言い出すのだ。そなたはもしや全ての罪を一人で。いいから、徳川の皆を守りたいなら黙って私を切りなさい。そんな。勝利条件変更。Victory conditions have changed。 敗北条件変更。セナ殿の陰謀とは驚きましたな。織田殿には俺から伝えておきましょう。三代目、あやつどうも似よう。やめよセナ、そなたに罪をかぶせ私だけ生き残るなど。いいえ、生き残るのよ。それが当主であるあんたの務めのはずでしょう。これでどうだ。
急がせ。承知。着実に。そこか。受けてみよう。私が勝つ。受けてみよう。見切った。そこか。受けてみよう。正念場よ。十分で、せな。さあ、私を切るのよ。そんな、切りなさい。そなたを切るなど私にできるはずがない。まったく、あんたって人はそんな覚悟で当主が務まると思っているの？だけどそんなあんただから一緒にいられて幸せだった。ありがとう。さようなら。セナ、私のために。若、おつらいとは思いまするが、まずはこの一件、セナ様と信康殿が起こしたものとして信長様にご報告を。おいおい、おっさんこの弱り切った竹千代によくそんなむごい話ができるな。セナ様の思いを無駄にせぬためだ。若、よろしいですな。分かった。その上でこの一件の真相を突き止め、後日瀬名様の名誉を回復したく存じます。真相？信康殿が独断で武田に通じ謀反を起こすなどありえぬ。さらには三太夫の不可解な言動、我らははめられたと考えて相違あるまい。だが確たる証がない。半蔵、頼む。この騒動の真相を何としても暴き、瀬名の名誉を取り戻してくれ。ごめん、半蔵殿、息災のようで何より。利光殿、遠路わざわざのお越し、書状では済まぬ用件ということか。さよう、
それがし殿の命により織田を脅かす影の正体を探っておりまする。松永の謀反、播磨での相次ぐ反乱、その裏で悪しき影が動いていると見ておりまする。なるほど、利光殿、よくぞわしを頼ってきてくれた。その影の正体、心当たりがある。なんと、ではお力添え願いようか。無論、ただし真相を暴いた暁にはそやつの討伐に明智勢の手もお貸しいただけようか。望むところ、吉報をお待ちしておりまする。That's something I want to check out, actually. いらっしゃい。Oh, no, okay, still can't. Okay. Oh, it's worth a look at. Look-see.Let's dismantle my greys. またのお越しを。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。
Hideyoshi is driven the Mori army into the corner of Tadakamatsu Castle. Use a water attack to wipe out the enemy. Tarima の反乱を鎮めた信長は、西国の攻略を再び秀吉に委ねて、自身は京へと帰還していた。しかし毛利の勢いは衰えず、西国の戦線は膠着。信長は苦戦する秀吉に援軍を派遣することを決める。まず光秀に援軍を預けて先行させ、その後信長自身も出陣する旨が秀吉のもとに伝えられた。合わせて伊賀の乱についても報告が入った。それは三太夫が信長を裏切り討伐されたというものだった。備中高松城の戦い。おい、その話は本当か？桃地の兄貴が信長様を裏切ってはめようとしたって。はい、その後伊賀忍団は明智らの手により壊滅、桃地も討ち取られました。そうか、兄貴の中ではまだ家族を奪った武士への憎しみが渦巻いていたのかもしれねえな。戦が悲劇を呼び、また新たな戦の火種を生み出す。こんな負の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。と、それより今は目の前の戦に集中だ。よっしゃ、今回もやるぞ和氏。無論手前にとっては主の勝利が全てです。光秀たち援軍が来ればこの膠着も打破できるはずだ。それまでに流れをこっちに引き寄せとかねえとな。一丁手柄を立ててくるか。検索します。It will be Kanbei for the first time now too.
Interstellar Crane. Lively Shuriken. Ready March. Victory! Tadamasu Castle is captured. Hideyoshi, Okambe, Kodora are defeated. Cool. Takamatsu-jou wa atari ittai numachi mitai da. Shoumen toppa wa muzukashii darou na. Dewa, ore wo ano takadai e. Saku wo neru tame, mazu wa chikei wo haaku shimasu. Arushi to Kambe.勝利のためどちらも守り抜く。この高松城、何人たりとも奪わせはせぬ。見ててくれよ、ザブ。オイラは勝つ。必ずな。All the elements. こたびは水系が適当かと。近隣の河川を氾濫させ城を沈めましょう。敵を城から引きずり出そうってわけだな。よっしゃ、準備を進めるか。合点承知。高台を奪いよって。行け、皆の者。必ずやあの地を奪い返せ。開門。逃がしはしない。水系をなすには、城の周囲に堤防を築き、せき止めた河川の水を注ぐ必要があります。手間はかかりますが、こたびはこれが上策かと。策をなすためには、河川のせき止めが肝要。が、こうも敵が多くては進軍もままならない。織田の奴ら、妙な動きをしておる。行け、奴らの企みを阻止せよ。開門。計算通りだ。
全て俺の計算通りだ。この辺りが適しているな。では河川のせき止めに着手しろ。貴様ら、ここで何をしている。勝手な真似は許さんぞ。遅い。加減はしない。逃がしはしない。計算通りだ。すべて俺の計算通りだ。敵が多くてこのままじゃ先に進めねえ。策のために堤防を作んなきゃだってのに。敵将撃ち取った。ここは引こうかあるまい。おいらの出番だ。敵の妨害も俺の前では承知した。無意味だ。準備ももう間もなく完了するか。はい、そうやっちまうぞ。えっと、えっ、工作兵がやられちまった。なら、もう一度来てもらうしかねえな。えっ、えっ、よっ。あるし、前線に出る際はお気をつけよう。有事の際はお呼びであればすぐに手前が。おう、いつもありがとな、カズウチ。つくづくオイラはいい仲間に恵まれたよ。くらえ。ここいらの敵はあらかた片付いたな。先へ進むぞ。開門。他の奴ら、何をこそこそと。到底捨ておけぬわ。みんな、出るぞ。そりゃあ。織田の隙に動かれてたまるか。兵を集め、吸収してやろう。手勢を仕留めよ。何人たりとも高松城に近づけはせぬぞ。鉄砲隊とは厄介な。城に近づくにはやはり正攻法では難しいようだ。お主、わしの手柄となれ。はい、そう。はい、そう。はい、そう。うらうらうら。そりゃあ。え、よ、え。武功一ついただきた。意地は見せたわ。もうよかろう。さあ計算通りだ。はい、そう。工作兵が撃破されたか。ならば再び配備するのみ。遅い。みんなは工作兵を守ってくれよ。いただきだ。策の妨害はさせない。貴様らの行動は全て計算のうちだ。
たな。準備を再開しろ。他の者は工作兵の防衛に当たれ。こちらの準備は完了だ。合図が出次第即座に河川をせき止める。おいらで承知した。どうしよう。そこか。うーい。やっほー。不幸一ついただきだ。意地は見せたわ。もうよかろう。はいぞ。お手柄です、アルシ。染めを放つ。合点承知。隙だらけだ。遅い。計算通りだ。隙だらけだ。逃がしはしない。敵将撃ち取った。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にございますな。おいらの出番だ。そこか。おい、やろめ。これ式のやつらオイラの敵じゃねえ。さて、堤防の様子はどうかな。よっしゃ、堤防完成だ。あとは官兵衛のせき止めがうまくいけば。よっ。The construction level is complete。 水系の準備万事完了だ。水流に飲まれないよう皆を交代させねば。織田が交代を始めたぞ。者ども、一斉に攻め立てよ。さっさと下がらねえとって時に面倒だな。急いで倒しちまうぞ。呼吸を合わせる。計算通りだ。すべて俺の計算通りだ。たいのない。おいらの出番だ。仕留めを果たす。合点承知。よし、みんな交代したな。そんじゃ水攻め決行だ。よっしゃ、水攻めは大成功だ。でかした、勘弁。俺は計算通りことを運んだにすぎません。勝利をつかむまでどうか油断なきを。な、高松城が水没しただって。みんな急ぎ友軍の援護に当たる。合点承知。勝利条件変更。ここに来て毛利の増援か。想定より多いが切り抜けるほかねえ。
と川が氾濫した。水が城まで入ってくる。逃げろ。この水はまさか織田の仕業か。高松城は捨てるほかあるまい。氾濫により浅瀬になった箇所がありますね。おそらく敵の増援が通るでしょう。ご注意を。金出しはしない。計算通りだ。半兵衛様、怪しい奴を捕らえました。このような密書を所持していたのですが。これは密書。一体どのような。急に秀吉様にお伝えせねば。今では終われぬ。援軍と共に織田を殲滅してくれるわ。承知した。官兵衛様より伝令です。急ぎこちらの書簡をお目通しください。信長様が光秀に。くそ、なんだってこんな。落ち着け。オイラが今なすべきことは急いでここを片付けて京に戻ることだ。敗北条件変更。そりゃとっておきを食らった。だいぶ毛利を打ち払えたな。これで勢いが弱まるといいが。これで終わるわけないだろう。門を開け。さあ激しく攻め立てろ。開門。そりゃよっ、やっちまうぞ。この砦をぶんどるつもりだ。俺たちもなめられたもんだな。織田の後輩をついてやろう。者ども、務めを果たす。合点承知。行くぞ。どうせた。高松城を沈めた戸がその命で贖ってもらう。遅い。オイラこそ天下無双の秀吉様でい。好きだらけだ。その動き俺には見通せている。おお、やりましたね。悪いが、これがオイラたちの戦い方だ。恨むなら恨めばいいさ。オイラの出番。承知した。敵将、オイラが討ち取った。聞かせていただこう。耐えきれん。聞かせてもらう。耐えきれん。聞かせてもらう。そこか。完了だ。ここから早急に敵本陣を叩く。兄上たちの子孫寺はさすがに想定外だ。奴らの勢いをそがねばならないのに。
ムーン来そうぞ。やっいただきだ。天下無双の策謀見通せはしまい。水攻めとは随分考えたじゃないか。けどそうやすやすと勝てると思うなよ。さっさと勝たねえと困るんだっての。オイラは急いでんだよ。主にあだなす奴らは消す。それだ。承知したけど、その動き俺には見通せている。ここは引こうかあるまい。なんと見事な。やっちまうぞ。よっ手柄はもらった。そりゃヤッホー。どんどん行くぞ。どんどんそこか。それよっ。こんやろめ。おいやっちまうぞ。とここは勝ちを譲るしかないか。けど妙だ、やつらどこか焦っていたような。よっしゃ勝った。これで今日に戻れる。とその前に毛利と話をつけとかねえとな。After the battle, Hideyoshi concluded peace negotiations with the Mori and informed the entire army of Nobunaga's death. Nobunaga 様が光秀殿に、一体なぜ Nobunaga 様を失って俺たちはこれからどうすれば。みんな顔を上げろ。これは Hideyoshi 様にとってまたとない好機なのだ。ああ天下人に最も近い者が言ったなら、空位となったその座にはオイラが座ってみせる。今誰よりも早く京へと戻り、信長様の仇討ちをなせば間違いなく天下に大きく近づけるはずだ。乱世が生む悲劇の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。だからオイラは走る。みんなしっかりついてこい。Woohoo! Well, thanks guys very much for watching. Do do any likes, follows, comments or subscribes that you may wish or want to do now or in the future. Until then, I'm going to take a break and then decide what to come back to.